何しよう、このドライブトーク。ドライブの話しますか。あれよね、なんか流行りに乗っかってる感ある。今、うちで働いてるけどさ、なんかいいとこあんの？いいところは、人脈がすごい。いや、人脈って言っても、あなたリゼブと梅ヒカと、まあ、愛ちゃんはすごいと思うけど、いや、コウジロウとかと会ったっけって。いやいや、すごい。絶対だって、すごいじゃないですか。みんなが会いたいって思ってる人たち。コウジロウ？コウジロウくん、どこにおるんですか、社長の中で。いや、俺は結構 YouTube 見てる中でも、いや、マキくんはずっと見てた。から、最近関わらせてくれた大元の理由はリゼムにあるから、もうあれはすごく感謝、はい、もうリゼムには大体感謝してるんですけど、はい、いや、これもうすげえリゼムの評価抜群に上がるやつがあるんだけど、はい、俺リゼムのチャンネル最近出てたじゃん、はい、何本か。俺やっぱ出るとコメントむっちゃ見るの、はい、リゼムのすこぶる叩かれとって。いや、マジマジ尋常じゃないぐらい、もうびっくりするぐらい叩かれとったっけ。で、その叩かれとる度合いにもよるんだけど、はい、ちょっと心的にうーってなるやつが何個かあったの。で、YouTube、それで俺は笑うんだけど、なんか結構むちゃくちゃ書いてるのがあって、はい、それなんか翔平か誰かから聞いたんだけど、はい、あれ圭吾が細かく消してますよ、宮丸さん傷つけんようにみたいな。裏でそんなこと言うてる。圭吾から聞いとるわけじゃないよ俺。めちゃめちゃいい人で、翔平が、あれ圭吾がコメントでやっぱりやばいのがあったら消すようにはしてるんですけど、あの宮丸さんのネタ多すぎて圭吾あれ消してますからねみたいな笑い話で翔平が言ってきて、え、ケイコそんなことしてくれるの。優しい。しかもそれを言わないって言わずにやってケイコに聞いたら、いや、さすがに宮丸さんメンタル神なんだよとか。翔平あれで、翔平のやつ跳ねたじゃん。はい、めちゃめちゃ翔平ちょっと不安がってたらしいけど、これマジ暴露じゃん、晒しますじゃん。それは炎上するかも。いや、炎上じゃないんだけど、まず翔平自体がさ、もう、マジでこれ全部晒しておるけど大丈夫って思うんだけど、翔平自体が表に立ちたいとかっていう人じゃないんすよ。あんまり得意じゃないですか。まあ、まず翔平が人をいじることはまずないんですよ。はい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 。突撃もめっちゃびっくりですもんね。そう、突撃とか、そのじゃあけさ、なんか翔平がね、結局インフルエンザになるのってもう超半信半疑だったんで、その裏方っていうか、その会社経営とかするのって結構裏方能力がないとできないとは思うんですよ。で、翔平はなんかそれにめっちゃ特化してるイメージがあったんだけど、まあ、その人が突するとか爆伸びじゃないですか。爆伸びも今この時点で4万再生いってるからね。やば。翔平がインフルエンサーになったのマジでびっくりじゃない。だって俺ウィナーズ入るって言った時嘘でしょって言ったもん。へー、それシゲから聞いたんかな。あ、はいはいはい。だって今翔平3万人ぐらいインスタフォロワーおるけど、俺の知ってるリゼム S で始めた時500人とかだったからね。そうなんですか。そうすごい。まあでもあれだけな、一番、いや、まあみんないいんだけど、俺はもうタカとの関わりが一番初め。個人的に最初タカとの関わり。いや、要は最初ユイさんがうちの馬さんと知り合いで、はいはい、でユイさんと繋がったのは馬さんづてなのよ俺。あ、そうなんですね。俺とユイさんもともと知り合いではなくて、馬さんがうちの会社入るから馬さんの人脈とかでゆいさんがいてて、はいはい、この時リゼムが服を提供どこもされてなかったんですよ、
昔、はい、いや昔っていうかほんま初期今のうち、え、だって今うち7000人ぐらいいるけど、その時ぐらいに俺知り合ったからあるけど、ゆいさんの紹介の一番最初のビゼムがタカラ、だからタカラ名刺持ってたからね。あ、そうなんですか。でその名刺もサンフレッチェユース出身みたいな名刺、もう超子さんが持ってる名刺俺ももらったから。それがいつぐらいなんですか。タカとはもう10月11月ぐらいで2年目ぐらい、はい、あーすごいです。2年。そうよ、だけどようよう考えてリズム2年であそこ行っとる。冗談に待って、2時間弱で着くんじゃけどな、浜田。着きません、なかなか着きません。なかなか着きません。リゼムの話も打ち切って迷うっていう時刻、うん、本気で迷ってるっていう、ということで、ということで高雪の話は終わりかな。俺、翔平迷惑かもしれんけど、翔平と50分ぐらい電話する時あるし。めっちゃ盛り上がっちゃうじゃない。いやいや、俺が一方的に喋ってる。聞き役が上手いんですね。聞き上手っていうのと、翔平はほんまにあれだね、やっぱいろんな話も聞いてくれるね。敬語はね、目標の意識が高いから、はい、ビジネスどうとかビジネスできるとかじゃなくて、はい、例えばバイスリーのことにしてもそうだし、はい、設定をちゃんと決めて、はい、これやりたいんです、あれやりたいんですを目の前の目標から埋めていく。例えば演技にしても人との付き合い方にしてもうまいし、嫌な気分にならないし、まあ、さっき話したあのコメント欄を消すとかっていうのって、世界がそうで、やっぱ全部全部消すって言ったら変になるから、はい、宮丸さんが面白がっていじられてるなとかのは、はいはい、あいつなりに多分考えて残してるんだろうけど、はい、これは絶対にいけんなっていうのはちゃんと判断して消してくれてる感じがあるから、これ言ってもいいんかなって思うんだけど、いやすげえ。だけどそういうのってやっぱ人に気にかけたりするっていう能力がないと。そうですね、それがしてくれるのめちゃめちゃしてくれるね、だいぶ。でやっぱシゲだろうな、シゲユキ推しなんよな、単純に。普通に、いや単純な、実はリゼムの中で一番関わりづらいって思ってたのがシゲなのよ俺。ちょっと何考えてるか分かんなかったっていう部分があったんだけど、まあタカとかケイゴとか翔平がガツガツ関わってたのよ。あ、大阪撮影行った時になんかシゲとよくおることがあって、そこからもう仲良くなった時にもうこいつ部長面白いわって俺がなって、ハマったですね。うん、ハマった、だいぶハマった。でもうなんかそこからやな、もう雑談ばっかの電話しよう。やっぱ仕事の話がメインになってると思うんだけど、はいはい、ちょっとシゲ飛び越えてる感じがするっすよね。みんな降りやすいとは思うけど、はい、一番多分2人で飯行ってる回数多いのシゲかも、ね、圧倒的に多いかも。だけど東京行ってからとかはシゲのところずっとおる。でもあいつめっちゃストレートに言ってくるけどな、俺スネーがサウナ入った後ワカメみたいなって気持ち悪いとかめちゃくちゃ言うやん、お前全部剃ったったんだっけ全部剃ったったそれ言われて、うん、それ言われて剃ったったもうリゼムのだけで30分くらい喋ってると思うんで、ってことでリゼム会終了で、ここで、はいはい、ここで終了で、はい、一旦カメラ切りまーす、はい、それを私が配信でやった時にもうドン引き、どう告られたら嬉しい。てかそう、裏を持って逆に着てます。いや、そんなやつおらんそんなやつあんまおらん